はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということでサムネを出しましょう。何もないと見せかけてこそっと花嫁衣装が再販ということで、1週間のまとめやっていきたいと思います。まあ、5月31日から6月6日までの、まあ、アップデート期間の間のガチャですねを見ていこうかなと思います。まあ、今回の火曜日のアップデートで、まあ、特に新しい副賞ってのが、まあ、いなくて、ですね、1日と31日でのアップデートの新キャラ、ルシファーですね。で、再販の白卓。プラス、この6月4日かなのアップデートで、まあ、再販は再販だけど、まあ、単独の再販ではなくてっていうところですね。キラ多彩とかね、ああいうラッキースター形式での MR 再販などなどをちょっと見ていって、この1週間で、まあ、取るならばですね、まあ、または、まあ、今後ね、まだ6月11日に大型アップデートの続編来ますので、そこに向けてですね、原本を貯めておいた方がいいのかみたいなね、のをちょっとずつお話しできたらなと思います。ということで、まずは31日に来たルシファーですね。まあ、ルシファーに関しては、まあ、スルーでもいいかなと、まあ、個人的に、取り上げた動画もあるので、そちら見ていただいたら嬉しいかなと思うんですが、まあ、基本的には、まあ、やっぱり期待値としてはね、やっぱルシファーっていう名前なので、まあ皆さん高かったとは思うんですが、僕もね結構高くて、まあぶっ壊れが来るんじゃないかと思ってたんですけど、まあ意外とそうでもないというところで、まあ6月11日を見据えてルシファーに関しては、まあスルーでもいいかなという感じですね。で、ちょっとスルーしにくいのが、この白卓ですね。まあもちろんもう3回目の再販なので、この1回目の初版と初めての再販かな。で、もう取った方もいるんではないかなというところですが、まあ、まだね、まあ、取ってない方もたくさんいる可能性もあると、まあ、僕もね取ってないので、まあ、この再販というか実装時期も悪くて、この子ね、武見和志の後の、しかも月の中旬に来たのかな、まあ、それまではマーリンとかブリュンヒルドとか、まあ本当にもう月終わりに来てたのが強い副将がね、来てたのが急に中旬に、白卓実装されて、で、まあ原本足りないよってところで、まあ僕はスルーしたんですけど、で、次の再販もね、まあそこで初めての再販だったんですけど、周年前だったんですよね。ってところで、まあ周年に向けて、周年の副将に向けて原本を置いとかなきゃいけないのでってところで、まあスルーして、まあ今回3回目ですね。まあ大型アップデート中の期間に来るっていう、まあこれもいやらしい期間ではあるんですけど、まあこのために頑張って原本を貯めていたので、まあちょっと僕はね、このタイミングで白卓取っていこうかなと思います。なので、まあ持ってない人だったら、まあ原本を貯めておけばね、ちょっと狙えるタイミングかなというところですね。ちょっと周年前はね、怖くて手が出せませんでしたが、今回はね、もう2キャラ来てもいいように、原本をがっつり貯める期間作って、ですね、まあかなり原本を貯めていましたので、まあこのアカウントでも13万ぐらいありますし、まあ本垢に関しては17万、まあ18万いかないぐらいありますので、まあこの後ね、すぐぶっ壊れが来ても大丈夫ぐらいには、ちょっと貯める期間を個人的に作っておいて、次の白卓は取るぞというところで、まあ今回来たので、まあ僕は取りに行こうかなとは思ってます。なので、まあ白卓いない人、は、またちょっと嫌な期間ではありますけど、まあ、次が孫昌光の MR かな、11日 MR ということで、まあ1週間ありますけど、まあそこに向けて、原本貯めて、まあ白卓に使うか、孫昌光の MR に使うか、または両方行くかっていうところになってきますね。僕は両方行く身構えを取っております、現状。そして、こちら。あですね。まあ、今回、まあ、要注目なのがここかなと思います。まあ、ちょっと、あれですけど、まあ、一応ラインナップね、見ていくと、カンペ、細分岐、弁士、法と孫権となってて、まあ、圧倒的に、まあ、孫権、ついで細分岐になるのかなとは思いますが、まあ、やっぱり、孫権ね、キラ多彩で結構来てるんですよ。これでもう3、4回かな。で、キラ多彩だけでも再販来てるんですけど、何がダメだったかって、まあ僕もキラ多彩で、一応 MR まではしてあるんですよね、メインアカウントは。で、花嫁衣装が、まあ、ここまで一緒に来なかったと、キラ多彩で。
なので花嫁衣装なしなんですよね、僕の孫権は。で、まあ花嫁衣装がまあそこそこ強力で、孫権はなので、まあ花嫁衣装いつ実装されるのかなと思ってたんです。実装というか花嫁衣装がいつ再販されるのかなと、まあ、孫権単独で来た時、単独のガチャで来た時に再販があるんじゃないかなと思ってたんですけど、とうとうこのキラ多彩で来ましたね、花嫁衣装ということで。まあここね、花嫁衣装が来たということはですね、まあ、孫権のこの遠征スキルがやっと使えるということで、この愛機ですね、この愛機が使えるようになるというところで、まあスキルにも確かこの愛機があることで出せるスキルがあったような気がするので、なので、まあこの愛機ってのがね、結構孫権は重要なんですよね。しかも非ダメージ、ダメージカットがついてるっていうところなので、まあ花嫁衣装着て、しかも体力値がね、そもそもついているって、まあ指輪も花嫁衣装もどっちも体力値なので、まあ、孫権に必要なね HP ってところも底上げできるので、やっぱり花嫁衣装欲しいなと思ってたところに今回、来ております。なので、まあ個人的な僕的にはね、まあ花嫁衣装も行かなきゃいけないし、孫権のね白卓本体も取らなきゃいけないし、なんならまあ11日孫将校来るよっていう状況に現状なってるかなと思いますね。まあこの孫権に関してはまあそこまで無理しなくてもいいのかなと思ったりします。やっぱり孫権ね、強い強いって言われてますけど、まあガッチでガッツリも本当に装備とかもむちゃくちゃ強くエース級で育てるのであれば、まあ、全然まだまだありかなとは思うんですが、ローコストとなると、まあ、若干ちょっと猛角とか、ちょっと格落ち気味になってくるかなとは思うんですけど、まあ、個人的に、美課金さんとか初心者さんであれば全然ローコストまだまだいけそうな気配もしているので、まあ、これが自分がどの立ち位置にいるかですよね。もうがっつり課金できるよみたいな人からすれば、もう孫権もういいかなっていうところにもなってきますし、まあ、僕とかね、初心者さんとか全然課金できない、装備とかも作れる揃えられるキャラクターも1人か2人ぐらいな人に関しては、ローコストっていうのは非常に大事になってくるんですよね。まあ例えば HP 装備だけとかね、まあ今 HP 装備だけで運用しているキャラクター、猛角も含め自分は3人いるのかな、大使命と孫権とですね、まあ孫権花嫁衣装ないですけど、孫権と猛角と3人、ローコストで使っていたりするので、もう HP 装備だけでね使っていたりするので、まあ意外とまあ、装備が全然揃えられないよって人にとってはいいのかなとも思いますし、ただ課金がっつりできる人にとっては、まあ、ちょっとまあ、孫権ね、ややタンク寄りいいなところもあって、タンクとしての活躍はちょっともうしんどいかなと、まあ、結構対策練れるようなキャラクターがたくさん出ているのでってところで、まあ、自分の立ち位置がどこかっていうところで決めていただけたらなという感じですね。まあ、ただ、まあ、本当に装備がねそんなに揃えられないよとかいう人にとっては、まあ、孫権非常に強力ですので、まあ、持ってるだけでもね、まあ、ローコストで、まあ、プラス、まあ、7に行った方がいいけれども、アバターなのでね、行った方がいいけれども体力値レベルかける300ありますしね、まあ、最悪この互角性で、で神髄丹、まあ、五角星というか、まあ、六角星で神髄丹溜まってから強化しようかなとかでも全然いいとは思うんですよね。っていうところで、もう本当にどの課金帯で使うかで全然もう孫権はもういいかなっていうところと、まだまだ使えるよと、なんなら腐ったとしても、まあ、装備が HP 装備で戦えるよみたいなね、ところもあるので、まあ、ちょっとここは課金帯で考えていただけたらなっていう感じですね。まあ、ちょうど僕的にはやっぱり HP 装備だけで使えるの非常にありがたいので、装備揃えられるのもね、2キャラ、まあ、よくて3キャラかなってところなんで、まあ、孫権とか猛角とかね、まあ、そういったキャラありがたいですねっていうのが、まあ、今回着てて、花嫁衣装も着てるよってところが、まあ、今回一番の注目なのかなと思います。もうほんと花嫁衣装多分孫権久しぶりになるので、この再販ね。取るならここで取っといた方が、次また何ヶ月後かになるのかな。キラ多彩で再販だとしても、だいぶ先にまたなるので、って考えると、取れる人は取っておいた方がいいかもねっていうのが、まあ、白卓に続いて、来ております。そしてあとはまあこの辺は大丈夫かな、 UR1000 なので、まあコツコツ確定で
絆貯めていけばいいのかなってところですね。なので、まあ個人的にはもう本当に、この孫権の花嫁衣装が来たのがいやらしいなというところですかね。まあこの11日でね、みんな見据えてるとは思うんですけど、このタイミングで来ちゃったと。で、白卓も同じタイミングですし、まあちょっと元宝の使い方ね、しっかり考えてほしいかなと思います。まあ、その、孫昭公もどれぐらいの元宝が必要かっていうのが、まあ正直読めないですよね。っていうのもあって、まあ普通に MR、まあ純正、まあ 1000MR かを取るぐらいの元宝は、まあ一応想像しておいて、まあ実際来てみたら MR だけ、MR アバターだけでよかったよ、みたいな、のだったら、まあ全然いいと思うので、まあ想定だけはね、ちょっとしっかりしといた方がいいかなと思います。で、その想定された上で、白卓取れる元宝があるのか、孫権取れる元宝があるのかですね。まあ孫権はね、UR1000 までは、椿が使えるので、まあここでうまく使っていってもいいですし、ところで。で、MR アバターだけでいけば、まあ3万元宝ぐらいかな。平均それぐらいでいけると思うので。で、白卓に関しては7万元宝ぐらいかかってしまうので、まあこの辺うまくね、考えていきたいかなと。で、花嫁衣装もね、マスミの心が溜まっていれば、まあまあ、ただ同然でいけるんですけど、溜まってなければですね、元宝かかってしまうので、まあその辺もうまく考えつつ、ちょっと乗り切ってほしいかなと思います。で、孫昭公の MR は多分、経験値絡んでくるので、もうほぼマストで必要なのかなと思ってしまうんですよね、どの課金帯でも。まあ、ただ、孫昭公そもそも課金しないと取れない。まあ、120円ですけど、ジュース1本分課金しないと、まあ取れないっていうところもあって、まあそこ、まあ無課金さんはね、やっぱり貫いていくと思うんですよ。120円だろうとも課金しないよと。まあそういう方は、まあ孫昭公のことを考えなくても全然いいかなとは思うんですが、まあ120円ぐらいだったら、みたいな、人もいると思うので、で、しかも経験値絡んでくるってなると、やっぱレベルっていうのはね、地味ですけど、大事になってくるアプリなので、まあそこはちょっとマストで欲しいかなって感じはしますね。で、その上で、まあ孫権一手出すのか、白卓手出すのか、で、一個まだ怖いのがあって、まあこれは将来の話になるんですが、まあ前回アップデートの時に、アップデート情報の時にかな、ご紹介した、この8人聖護ですね。これが、まあルシファーがこれを取らなかったので、まあ、ルシファーはこれ霊能でしたよね。ですので8人が余っているというところで、これまだ未実装なんですけど、情報だけ出ている状態。まあおそらくこの6月の真ん中、まあ11日には来ないのかなと思ったり、まあ最悪損傷庫持ってたりするのかなとも思ったりするんですが、この8人ってめちゃめちゃ強力で、会心ダメージ無視っていうね、あれと一緒ですね、立志みたいなね、感じになってしまうので、まあ、立志は8人ではないですけど、また別の特殊バフかな、で、まあ、会心ダメージ無視できたりするんですが、まあ、この8人聖護も似たような動きになるので、しかも異常状態にならないって聖護になってね、さらに強力になってるこのバフがつくので、これ持ってんの誰だっていう話になってくるんですよね。まあ普通に考えたら6月11日ぐらい、まあ11日か15日とかになるのかな、その次のアップデートが11日火曜日で14日が金曜日になるので、まあこの11か14どっちかに来る、CMR が持ってる可能性がまあ個人的には非常に高いかなと思いつつ、まだこの時期だったら MR アバターも、まあ孫昭公かに、つく可能性ももちろんあるし、まあ孫昭公の他にもね、普通の実装枠として誰か MR 来るかもしれないですし、なんならまだ花嫁衣装来てないですよね、新しい花嫁衣装ね、っていうところも可能性としてはあるので、まあこの誰かが間違いなく持ってるっていうところですね。まあなのでこの8人聖護持ってる副将ちょっと強そうだぞっていうのも気がかりなので、できる限りまあ今回のガチャ、まあ白卓はいやいや早く終わってしまいますけど、まあ白卓取る方はね、もうこれは心して取るしかないかな、まあ僕みたいにね、もうちょっとこの後8人で強い副将が来たとしてももう諦めて白卓行く、まあ白卓が強いですからね、そもそもね、バファーとしてね、もう諦めて白卓行くよっていう気持ちで行くしかないかなと。で、あとはまあ孫権に関してはまだ1週間ありますので、まあ6日ありますので、ギリギリまで見れるかなってところですね。で、まあでも孫昭公とちょっと被らないので、まあここはちょっと難しいところですね。まあ、孫昭公は行きたいなって感じはするので、すごい悩ましい期間ではあるのかなと思います。
ただね、まあ孫権も課金帯によってはまだ全然、使えますし、HP 装備でもね、全然、課金帯によっては戦えると、まあ僕でも全然使えていけるので、まあ幅広い多分課金帯では使える方に入ってくるのかなとは思います。もう本当にもう、廃課金の方ぐらいがもうそろそろ厳しくなってきたかなっていうレベルになっているかなとは思いますね。はい、ということで、今週のまとめでした。まあ、この火曜日のアップデートに関しては、まあ本当に新しいキャラクターがいなかったので、ちょっと箸休め期間ではあるんですけど、まあ白卓と孫権来てますんでね。で、11日も、まあ大型アップデートの第2弾っていうか、まあ続編というか来るので、まあそこもちょっと楽しみにしていけたらなと思いますね。はい、ということで、チャンネルの登録、X のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつてーふ